はい、どうも皆さんこんばんは、レプチンです。今日はね、デッドバイデイライトの、サバイバー側エースをね、使っていきたいと思います。もうこっち戦に負傷状態なんですけれども、もう先に言っちゃいます。今回はですね、弱音はなしだという、デイビッドの固有パークを使って、もう最初から負傷状態です。で、負傷状態時に、効果を発動する、パークをつけてきて、なんだろう、ハイリスク、ハイリターンのね、パーク構成でいきたいと思います。これ、もう負傷状態だから一撃食らったら這いずりになっちゃうんだけど、まあ、その代わりに、修理速度が上昇するパークなどをつけていきたいと思います。多分今頃、資産に説明できてるんじゃないかな。このパーク構成で、やっていきたいと思います。これで修理速度とか治療速度じゃないかな。破壊速度とかいろんな速度がね、9% 上昇して、なおかつ、スキルチェックのグレートの範囲が 30% 上昇するやつをつけてきております。あー、早いかな一応工具箱も使用しておりますけれども、これ早いかなあー、まあ早いかも。あー、グレートも結構でかいね。はいはい。ただこれ一撃になるっていうリスクを考えた上でこれどうなんだろうっていうところあるんだけども、よいしょね、グレート狙っていきましょう。あー、難しい。俺追いかけてるわけじゃねえな。工具箱ってそんなに処理速くなるイメージないね。俺追いかけてるわけじゃないな。これは誰か追いかけてるね。ジェネレーター巡回してる動きじゃないですね。心音がどこでチェイスしてんだろう。どっかでチェイスしてるな。あ、中にいるね、中にいる。はい。で、弱音はなしだの効果で、血痕が残らないようになってますので、血が残らないようになってるので、一応、ワンチャンかけて、素早く静かにをつけてきました。これキラーなんだろうな。トラッパーじゃないかな。多分ね、トラッパーだと思う。あと一応、うめき声もしないんだよね、今ね。地下だ。あ、ここじゃねえな、地下。極力この状態助けいきたくないよね。ぶっちゃけ。で、ブチンは今回ジェネレーター回すの強いから、ジェネレーター回す係になります。あ、トラッパーだね。罠解除がしましたね。何？もうグレート狙いやすいね、これね。何やってんの？仲間が、てかあそこジェネつけて仲間ここにいて俺がここにいるってことは、あいつもぼっちなんじゃないの。めっちゃくれんじゃん。よしよしよし、助け行くか。かわいそうやから、誰も行かねえから俺が行くわ。もうだ、俺も手される可能性高いけどな、これな。バレた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 。よしよし、いいんだいいんだ。俺これこれで仲間を助けに行かせてるわけだから、これはあくまで作戦なんですよ。これはあくまで作戦で、プチンが捕まることによってあいつは助けてもらえたっていう。あそこに罠ね。よし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 。一応うめき声もね 50% 低下してるんだけど、レプチンは今回発電機をつけることとか、そういう工作系、なんか作業系の
効率を上げるパーク構成できましたけど、弱音はなしだに、例えば鋼の石をつけてうめきを 100% カットしたり、あと身軽をつけて、身軽だったっけ、なんだ身軽つけてね、なんだ、足跡をもっと早く消したりとかっていうこともできますので、そういう構成も面白いと思いますね。もう完全なんだろう、隠密プレイみたいな。血痕が残らなくなってるから今。結構残らないって結構すごいんだよね。どんだけ足跡消してもさ、やっぱ血でバレちゃうんだけど。どこにいる？あ、あそこか。血でバレちゃうんだけど、これを使えばね、血が消えるからね。例えば、歩いても、走ったら足跡つくのは当たり前なんだけど、どんなに歩いてもね、その、血は消しようがないから、それがバレにくくなる。それが血がなんだろう。垂れなくなるっていうのは強いよね。キャンプはしないね。素晴らしい。素晴らしい、トラちゃん。来るぞ！逃げるぞ！逃げるぞ！大丈夫か？はい、スパイク静かに。うわー、怖い怖いお前もどこ隠れとったんかいお前もどこ隠れとったんかいウケるわ。お前もそこおったんかいっていう。よし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 。間に合うかな。よし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 。危ねえ。もしかして俺がバレてたかもしれないよね。俺がこっちへ行ったらバレてたよね。なんで走るの？足跡残るじゃん。なんで走るの？俺の前で。謎謎謎謎。なんで俺の前で走るの？あ、切られてる。今はチャンスやな。よしよしよし。オッケー。いけるぞ。よしよしよし、工具箱も使っちゃおう。ラス1やから。おい、あグレートの幅広くなってるのに決めれないね。はい、オッケー。やっぱジェネつけるの早いな。ノーワンついてそうだな。よし、もうこれ開けるのも早いからね。うわ、早くない？待って、来てる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 。あ、やべ、あ、いた。はい、ノーマンはついてないです。ノーマンはついてないです。ゲートを開けるのも早くなるんだね。これあっちバレちゃうんじゃねえかな。これまだ開けてるもん。まだ開けるのに時間かかってるもん。今だよ、今だよ。これあの、おー、ネアさん今です。ネアさん今です。あ、あれはね、都会の投手つけてますね。はい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 、今です、今です。ネアさん今です。ネアさん今です。ゲート開けてる。なんで？よしよし、いけるいけるいける。
けるい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 ける。間に合うよ間に合うよ、助けれるよ。でもこいつすごいキャンプしてる、すごい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 、もう離れない離れない、はい、早く早く、ワンちゃん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 いける、ワンちゃんいける、いけるいける、あ、いけ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 、あ、さよなら。ノーアンついてなかったね。はい、ってな感じで、いかがだったでしょうか。これが弱音はなしだ、痛みは木から、逆境魂の3つを組み合わせたバッグですね。これはまあでも強いけど結構リスキーだね。これ結構リスキーですね。これね、弱音はなしだからやっぱり結構ハイリスクハイリターンパークだからね、これがどう、本当にチェイス上手い人はこれ相当強いかもしれないですね。レプチンチェイス下手なんだらですけども、上手い人は別にね、負傷状態とか関係ないんでね、これプラスっていう、逃げたかったね。まあでもこれは結構強いけど、割とでもネタ寄りなパークなので、あんまり最近つけてる人いないですね。自走し当時はもうつけてるやついっぱいいたけど、今全然つけてるやついないんで、まあってことは弱いってことなんでしょうね。あ、相手なわけでいかがだったでしょうかっていう、これも2回目だこれ言うのなんかですかね、はい、これこの次回っていうか今度、身軽と、鋼の衣装をつけた、まあ、完全チェイスっていうか、そのなんだろう、隠密パターンもやってみたいと思います。はい、そちらもぜひ見てみてください。ご視聴ありがとうございました。バイビー。